うわマジか。でかかったね。でかかった。今でかいぞ。いや違う、あ、上がってきた。何？よし。なんかね、でかいんだよね姫としては、ちっちゃかったら放置するけど、あれ？そんな大きくなかった可愛いやつだったな。普通に泳がせればよかった。くそー、ファイヤー。え、聞かない？マジで？はぁ、やられた。でけえ、でかでかでかくない？うお、でかいでかい、うおマジで7、8キロあるな。うわぁ、マジこれでかぁ。うわぁ、これは広い。めっちゃ隙間あるよ。あるあるある、これはあるわ。ナイス上げるべきなのか、ゆっくり上げるべきなのか、しかわからないんだよね。いやぁ、マジか。まあ一応食べれるよ。すげえ、この歯型。これ足だと思ったら怖いけどな。あ、こいつでかいわ。でかいわ。新記録だったね。とりあえず、もう食べるようにやっとけば一応刺身取れるよ、そっから。釜焼きも美味しいよ。なかなか。よし。決めたい、泳がせてきた。あ、やってたんだ。やってたのよ。このカンパ。わあ、抜けた。うわ、マジか。でかかったね。でかかった。今でかいぞ。いや、違う。あ、上がってきた。よし。やばい、もう植物レッドエンスは起きんなよ。でかいな、ちょっと。いやー、俺もやられんだよ。姫鯛いきますわ。
よし。こっち拾ったかな。あれ、もう意外と上がってきた。中だな。あと50。一応ちょっと放置かな。とうとう姫台できました。いや早かったよ、姫台行って1分以内放置、その頭眺めてたじゃん。しかもサメに取られないというパターンか。ありがとうありがとうありがとう。よし、開いた。あ、立ってるわ。おお、でかいね。やべえ、やべえ。あ、こう切ればいいのか。しゃあ、はい、お願いします。だねえねえ、ここに確率したね、姫台の残骸がある。すげえ、シュー、いいなぁ。リミとかでもこれ何キロあんだろうな。なんか姫台の目ん玉いる。てことはそれはサメが多いということやからな。